12月9日です。いかがでしたか？昨日朝、ロスカットは食らったけど、戦略は間違えていないということで、あくまでもね、ブレイクアウトを狙っていきました。ブレイクアウト起きたでしょう。大きなピップスが取れたと思います。じゃあ今日はね、1時間軸からそのことを説明していきます。はい、これ1時間なんですけども、上程のブレイクアウトポイントは、113円の535というふうに設定しました。ですんで、少なくとも、ここを超えたあたり、113の565あたりでですね、このあたりですね、上昇を見切ったら、買いでエントリーするという、そういうようなアクションが取れると思います。で、利確のポイントが、マックスで113円の915。ここで取れるわけですから、つまりは、ここの間ですよね。ここの間が利益幅になってきますよ。で、その後、私と同じように利益確定をした人が多かったんで、値段が下がったでしょ？ここも読み通りですよ。ブレイクアウトがうまくいったポイントです。こっからぐーっと急成長してきて、で、一斉にみんなで利確したわけですから、ここまで落ち着きました。はい、そして、こっからの動きですけども、再度、今度は、113の535が、レジサポ転換を起こしてますよ。つまりは、ずーっとですね、私のレンジポイントっていうのは、ここだったわけですよ。レンジポイントね。これが、今度はこっちの水準に変わってきたってことですよ。バッチリ捉えましたね。うん。もう言うことないですね。で、移動平均線を見てみると、こういう風に一定だったラインから上昇してきたわけですよ。ね、駒が揃ったでしょ。じゃあ今度は113円の535を仮定としてですね、下の辺ですよってしながら、あとは上程を測る旅になってきますので、上昇トレンド、こちらの方を見ていきます。高値を切り上げて、安値を切り上げて、この流れができるかどうか、ここから見ていくことになります。木金の挑戦になります。それでは、デイリーの方から見ていきましょう。本日のデイリーなんですけども、全体的な流れを追っていきます。こちらの方にね、今、レンジをずーっと作っていたわけなんですけども、このレンジが、こちらの114円の352と、113円の535の上のレンジに戻ってきました。懐かしいですね。ここで使ったレンジですよ。これが、今度はここに再現されようとしているわけですよ。それが再現されるかどうかを、この木金で確認するわけなんですけども、もし、この間のレンジに戻るようなことがあれば、来週13日から17日も、レンジ及びブレイクアウトで、もう一発勝負ができます。ね。素晴らしいですね。でも全体的には、下の方に下がっていくと思いますので、あくまでもね、こちらの方にレンジが移ったにしても、それは歌方であって、あまり過信しないようにしないといけないですね。あとはもう来年がどうなるかってことになってきます。4時間を見てみます。4時間になってきますと、113円の535と、112円の554で、上程仮定を作ってきたわけなんですが、これが、情報に、上の方にですよ、脱してきて、ブレイクアウトを起こした瞬間の画像がこういう風になってます。上昇トレンドができかけてるでしょ。で、これが上昇トレンドができかけてるところですよ。ここまでは下降トレンドだったんですよ。もしくは横ばいっていう風に捉えてました。でもこれが右肩上がりに変わっていってるんですよ。ただしですよ。ここから始まった強い売りの流れってのは逆らえませんから、この上昇トレンドはおそらく114円の352というね、以前引いた補助線で効力を失って、下に向かっていくと思います。その時の下への振れ幅ってのはすごく力が強いので、下降トレンドを作るでしょうね。もしくはこれを突破しても、もう一個ここに強い抵抗がありますから、こちらの方から、下の方に下がっていくことが十分考えられます。以上ぐらいしかストーリーが浮かばないですね。で、それで最後1時間足なんですけども、1時間足は今フェーズを変えて、新しい局面に行ってますよってことです。つまりは、113円の535を下の辺とした新しいフェーズですよね。ここにボックスができるということが考えられます。プラス、
この上昇の流れはそんなに長くは続かないっていう、そういうふうなね、まあ、ことも言えるんじゃないかなというところですね。はい、来年はね、今私がずっとやってきた分析を、私の分析なしに自分でできるようになってくださいね。そうすると FX で負けはなくなります。つまりお金の心配が生涯消えるってことです。あとお子さんがいる方とか、お子さんに FX を教えてあげてください。そうすると就職、進学、全くもう必要なくなります。単なる自分の知的好奇心のままに学習したいものを学習して、行きたい学校、行きたくない学校、自分の気分で選びます。義務教育だからといって行く必要はありません。ね。教育義務を違反してでも、自分の人生を大切にすることができます。あとはね、本当に、親子の縁を強くしていって、だって、お父さんお母さんがね、お金の心配がないような社会を子供に教えてあげる。そんなことができたらな、どのぐらいいいでしょうかね。でもほとんどの方は、自分にはできないから、世の中の誰かに任せちゃうんですよ。だから詐欺に遭うんですよ。やっぱりお金の問題は家庭で解決するべきだと私は思うんですけどね。その手法の一つとして FX 攻略、たった一つこれができれば型はつくと思うんですよ。いかがですかね。ちょっと言い過ぎな面もあるかもしれませんけども、今私は FX を攻略して本当にそう思います。自分の子供に10歳までに FX を教えてあげれれば、私と同じレベルで教えてあげられれば、子供は多分お金のことでね、問題を起こさなくなると思います。もう物を取ることもないですし、人を騙すこともないですし、本当にお金の問題っていうのは全然気にならなくなるんじゃないかなと。100万騙されても200万騙されても300万おごってあげても、また FX で稼ごうかっていうふうなね、穏やかな発想になると思うんですけども、ちょっと言い過ぎですかね。はい、じゃあ本日は以上でございます。また明日もお楽しみに。